しもし、はじめまして、エリザベスよ。夫と私は今デリケートな問題を抱えてて、あなたなら何とかしてくれるんじゃないかと思って連絡したの。夫って、そもそもあんたの正体も分かってないんだが。電話では話したくないの、お願い。私たちと会う、デリケートな問題なの。どうしてわざわざ今回俺を指名したんだ。推薦されたのよ。誰に？電話で名前を出すのは控えておくわ。直接会って話し合えないかしら。ああ、会おう。住所を送るから待ってるわ。ヤービー、ジェファーソン・ペラレスだ。妻のエリザベスとはもう話したな。はじめまして、ペラレスさん。それと奥さんも。なるほどな。妻は君なら絶対大丈夫だと言ってたんだが、理由が分かったよ。で、何をしてほしいんだ。カーター、出して。エリザベス、知ってると思うけど、ルシアス・ライン市長が最近亡くなったでしょ。どのように、どうして死んだのか全て知りたいんだ。ニュースでやってた。ええ、メディアにとってはこれ以上ないネタだもの。何週間も取り上げてた。で、何か見落としがあると思うのか。そう考えられる根拠があるのよ。あの事件はもう解決済みだろう。ええ、警察は自然死だと決めつけた。ラインは自宅で心臓インプラントの不調が原因で亡くなったって。ただその数日前に視聴者でサイバーサイコの襲撃があったんだ。警察は無関係だって言ってるけど。前市長の死を調査ね。今度の選挙と何か関係あったりするのか。もちろんだ。ライン氏が殺害されたなら知っておきたい。知る必要がある。警察が間違ってるって言い切れる証拠はあるのか。ラインは亡くなる前、 NCPD の予算を削減したの。それで恨みを買ったのかも。サイバーサイコ襲撃の様子が BD に残っている。警備主任がスキャンしたけど、特に不審なものはなかった。でも中身は生データだから、 BD エディターに見てもらいたいの。ブレインダンスは今日中に元の場所に戻さないと、いろんな人に迷惑がかかるんだ。引き受けてくれるならすぐにでも見せよう。どこで手に入れたんだ。政治家がイベントなどに出席する際は BD の記録を残すのが通例だ。襲撃後 BD は NCPD に押収された。手に入れるのは簡単じゃなかったわ。わかった、やってみる。よかった。どんな情報でもいい。市長の死の真相。よう、元気か。いやいや、なんでお前がいるんだよ。俺の脳でもあるんだぞ。今回は女の尻ばかり取るんじゃないぞ。市長から目を離すな。いいか、これは死の記録なんだ。
死にふさわしいものを取ってくれ。そこで止まれ。 NCPD のリバーウォードだ。警察か、どうします？待たせてくれ。緊急の要件なんだ。市長の警護責任者に話がある。会見の後にしてくれ。今回は女の尻ばかり取るんじゃないぞ。市長、これはさ、いいか、これは仕事なんだ。主任、少々。ホルトって誰だ？さあな、ゴミに違いなんてねえだろ。3日間で2度目の会見です。そんなに頻繁にやる意味が分かりません。だからお前は市長になれないんだ。今必要なのは透明性だろう。いろいろと手を広げすぎでは。今夜はゆっくり休むさ。レッドクイーンズレースの部屋は取ってあるな。ええ、もちろん。よし、行っていいぞ。練習をする。なあ、レッドクイーンズレースって聞いたことあるか？カツラをつけたイギリス人が叫ぶやつだ。首を落とせってな。知らないなら知らないって言えばいいだろう。直前に立ち去ってる。まるであらかじめ計画されてたみたいだ。考えすぎだろう。単にあのサイコ野郎が機械をものにしただけだ。緊急の要件なんだ。市長の警護責任者に話がある。会見の後にしてくれ。警官は警備に何か伝えようとしてた。どうせラインにごますりしたかっただけだろう。あいつが通った時ターミナルがクラッシュした。グリッチは偶然じゃない。もっとすごい偶然なんていくらでもある。例えば？ある女とやった後別の女とやったら実は一人目の妹だったとかな。本当にあった話か？いや、可能性の話だ。とんでもない量のインプラントと。こいつの死体はモルグからうっかり消えたんじゃないか。そして次の日には財布が熱くなった警官がいたはずだ。また適当に出任せ言ってるのか。俺ぐらいいろいろ経験してるとわかるんだよ。人なんてどこに行っても変わらねえ。なるほど、出任せなんだな。うん。
話がある。会見の後にしてくれ。この曲聞いたことないな。曲？あいつの鼻歌。曲とは呼べないだろう。かなり入れ込んでる。女の尻ばかり取るんじゃないぞ。何か怪しいことは、それとも私たちの考えすぎなのか。夏のコロナド湾に負けないほど匂う。ではやはり何かあるのか。私たちに聞きたいことは、レッドクイーンズレース。ホルトって誰だ。ラインの補佐役というか番犬だな。今はラインの代理をしている。あの会見は何のためだったんだ。特に目的はないさ。ラインは自分の声も自分の姿をテレビで見るのも好きだった。確かあの時の建前はナイトシティの暴力犯罪率が下がったことを報告するといったものだったな。下がったってマジかよ。ラインはパシフィカを独立地区に分類し直して全体の統計対象から外したのさ。なるほど、賢いな。ラインを助けた警官について何か知ってるか。リバーウォード刑事、いいやつだ。一緒に働いたことがある。必要なら紹介してもいい。市長の護衛は NCPD が。いや、ホルトが直々に選んだ企業の連中だ。中には元警官もいるが。ラインの護衛以外にターミナルにアクセスできる人は。NCPD だけだ。ウォードはよくあの場に居合わせた。よほど運が良かったのか、誰かから情報を入手してたのか、直接聞いてみないとな。そうね。彼の情報を送る。他にも何か必要なら遠慮せずに言ってくれ。リーダー、ルシアス・ラインの死について調べてる。なぜだ、警官じゃないだろ。ラインにサイバーサイコについて警告しようとしたんだろ。他に何を知ってる。俺と会えばわかるさ。俺はチャビー・バッファローに行くところだ。すぐ行く。
activity or... お客さんが来たみたいだぞ。なんだろう。話があるんだ。今いいか。お前が B か。相棒のハン刑事だ。とにかく会ってくれてありがとう。本当に傭兵と協力するのか。まだ決めたわけじゃない。とりあえずラインの死について知ってることを聞くだけだ。おいおい、またそれか。こないだボスに手を引けと言われたばかりだろう。しかも二度は言わせるなのおまけ付きでな。ボスの言葉が聞こえてなかったんならせめて友人である俺のアドバイスを聞け。その件は忘れろ。別に何もしてないだろ。コーヒーを飲んで噂話を聞いてるだけだ。もういい。好きにしろ。俺は関わらないからな。娘を迎えに行かなきゃいけないし。あとせめてもっと人の少ないところで話せよ。よし、話せ。ハン刑事は傭兵が嫌いみたいだね。気を悪くするな。あいつはみんなが嫌いなんだ。娘以外はな。話があるんだろ。襲撃の前ラインの護衛に何か伝えようとしてたが、何だったんだ。逆に聞くが、なぜこの件に首を突っ込む。誰に雇われた。悪いが依頼主の名前は言えないな。そうか。ではお引き取り願おう。俺もお前に教えることは何一つ。詮索しようってわけでも、お前が嫌いってわけでもない。俺も俺で自分の身を守らないといけないんだ。誰の耳に入るかわからないままベラベラと喋るつもりはない。エリザベス・ペラレスと夫のジファーソンに雇われたんだ。市長候補の。なるほど、ガテンが言った。ハンの言う通りだ。ここは声が響きすぎるな。外に車がある。わかった。Mr. Stein, all night, every night. Don't be soft. I'll put it there. Shokatsu の連中がアロヨ付近でゴミ箱を撃ったり、市長に合わせろって叫んでるホルバースを見かけたんだ。それで連行した。ホルバース。ああ、ペテル・ホルバース。市長を襲ったサイバーサイコだよ。連行したはいいが、事情聴取する前に消えたんだ。だったそれだけでわざわざ市長に警告しようとしたのかよ。正義感が強いにも程があるんじゃないか。まるで恥じるべきことだと言わんばかりだな。そうじゃないが、あんたみたいなタイプは珍しいからな。ホルバースが消えたってどういうことだ。何が起きた。誰かが奴を留置所から出してやったってことだ。先に言っておくが、それが誰なのかはわからない。今度は俺が質問する番だ。なぜペラレスは今さらこのことを陰でこっそり調べている。ペラレスはきっと怖いんだ。前任者が死ぬような仕事には就きたくないってことか。俺なら嫌だな。レッドクイーンズレースって知ってるか。聞いたことは。さあ、あるかもな。ラインと関係あるのか。死ぬ前日そこに向かってた。いいだろう。情報屋に会いに行くぞ。お高く泊まったクラブだってだけで。その後ホルバースの上司と話をする。
いや、先に上司に会ってもいいな。お前次第だ。一緒に行動するのか。ああ、この件は何かがおかしい。捜査の打ち切りも早すぎた。お前はペラレスのため、俺は捜査再開につながる証拠を見つけるため。うまくいけば二人とも目的を果たせる。情報屋に会いに行こう。クラブが気になる。いいだろう。情報屋はここにいる。お前が行け。俺は外で待ってる。イーゴリがよろしく言ってたと伝えろ。それだけでわかる。あんたが言った方がいいんじゃないのか。実は奴と最後に会った時、まずいことになってな。要はチクったことがバレたらさ、俺がいない方が喋ってくれるだろう。力任せってんなら別だが。何者なんだ。表向きは経営者さ。店にはいろんな客が来る上、奴自身も詮索好きでね。そして臆病者だ。いい組み合わせだろ。分かった。行ってくる。何かお探しかい？分かんないことがあれば聞いてくれ。遠慮はいらないぞ。イーゴリがよろしくだと。そう、どういうことだ。話が違うぞ。落ち着け。そう、ほら行けったの。ほっといてくれ。ほら何も喋らないぞ。俺たちに協力したことは誰にも話さない。ウォード刑事も二度とここに来ないって約束する。そうだよな、刑事。ああ、なんなら先祖に誓ってもいい。レッドクイーンズレースの場所を知りたいだけだ。わかったよ。これで最後だからな。町の外の川の近く、ボニータ通りの方にある。行ったことは？配達したことがある。商品やたまには人も。でもなんで今さらあんな場所に。クラブには誰もいない。閉鎖したんだ。閉鎖？いつだ？ライン市長が死ぬ前か。確か死んだ直後かな。なるほどな。運が悪すぎだよ。さて、思ったよりすんなりいったな。一歩前進だ。だが市場にも行った方がいい。市場？ホルバースの雇い主がいる。何か有用な情報が手に入るかもしれない。そうだな、その市場に行ってみよう。俺の車で行くか？ああ、頼むよ。刑事の仕事の9割は話をすることだ。そういう意味で言えば、お前はいい刑事になれるかもな。それで残りの1割は何なんだ？書類整理だ。で、誰を探してるんだっけ？サイバーサイコの上司クリスティン・マルコフ、42歳。ホルバースの雇い主らしい。唯一の知り合いでもある。 B、
探そうにも手がかりがない。片っ端から聞いて回るぞ。俺は左から始める。お前は右だ。どうも。クリスティン・マルコフを知ってるか。ここで働いてる。さあ、知らねえな。ここは社交クラブじゃないんだ。何も買わないなら帰ってくる。クリスティン・マルコフか。違うけど、クリスティンなら知ってるよ。反対側の店でテックを売ってる。クリスティン・マルコフ。いいえ、彼女のあそこよ。テックを売ってる店。ありがとう。クリスティン・マルコフか。話がしたい。警察？警察じゃない。情報を探してるだけだ。詮索屋は嫌われるわよ。まあ警察じゃないならいいけど、それでも余計なことを言うと次の日には企業の用心棒やギャングがやってくるのよね。ペテル・ホルバースはここで働いてたんだろ？そうよ。でもある日から働かなくなって演説ばかりし始めた。変な言動はいつ始まったんだ？ペテルの変っていうのは普通の人の変とは違うのよ。そもそも普通じゃなかったんだから。刑務所から出てきた後はさらに悪化してた気がする。入る前も相当だったけど。ここの給料はいいのか？この市場を丸ごと買えるほどのクロームをつけてたから。給料がいいかって？そうね、ここにいる人たちは億万長者だらけよ。じゃああいつはどうやってインプラントを手に入れたんだ？私だって知りたいわよ。あれだけ買えるお金があればこんなゴミためとはおさらばできるからね。ペテルはある日あの姿で現れたのよ。ひどく興奮してた。どこで手に入れたか聞いたら、やっと誰かに価値を見出されたって。それからいつもの演説を始めてね。演説？釣り人形だ。でも俺は人形にしてやられたって。何か因縁があったのか？そんなものあるわけないでしょ。どうせテレビに映ってたラインが自分の悪口を言ってるとでも思ったんじゃない？だいたい想像はつくでしょ。ホルバースの頭の中じゃライン市長は自分を脅かす敵だったのよ。ただそれだけ。ホルバースが敵対視してた人物は他にもいたのか？大統領ね、彼女のことも嫌いだった。あとは荒坂のじいさん、死んだ後はその息子。もういい？刑事さん、客が逃げちゃうんだけど。やっと誰かに価値を見出された。出資者がいたのか？収穫はほぼなしだな。確かにそう感じるかもしれないが、情報ってのは状況次第で価値が変わるもんだ。例えば誰かが頭が痛いと言ったとしよう。別に大した情報じゃないだろう。確かに普通ならそうだ。でもある日そいつが車通りの多い道にフラフラと飛び出した。さらに頭痛は慢性で、部屋のエアコンがいじられていたことが判明する。事故か偶然か、あるいはエアコンから毒を散布した故意の殺人か。そういう事件があったのか？いや、作り話だ。でも言いたいことはわかるだろ。誰かが綺麗にしてやる。ここは俺に任せろ、ビー。よう、デコッパジ、そいつは新しいチューバか？どけ。お友達が刑務所にぶち込まれたばかりだろ。お前もそうなりたいのか？オイラより自分の心配をしたらどうだ。チューマの前で恥をかくのは嫌だろ。まあまあ、ちょっと落ち着けよ。ウォード、こいつは何者なんだ。なかなかいじめがいのありそうなやつじゃねえか。たっぷり可愛がってやるよ。ダ
任せろって言っただろ。あんたと歩いてると揉めてるのはクローズとだけか。警官なんだ、しょうがないだろ。どうなるかと思ったが、穏便に済んだな。次はレッドクイーンズレースに行くぞ。乗ってくか。ああ、乗ってく。アニマルズの島だ。見ればわかる。連中とも揉めてるのか。いや、とはいえアニマルズも警官が好きなわけじゃない。俺は令状がなきゃ入れないが、お前ならはいはい、わかった。じゃあまた後で。何か見つけたら報告しろ。
ただのガレージにしか見えないが。クラブはここだ、間違いない。それは警官の勘ってやつか。そんなところだ。中に階段が、なるほどな。ひどいありさまだな。何としてでも手がかりを見つけられたくないようだ。何を探せばいいんだ。そうだな、事務所というかその残骸を探すんだ。
なんでここに令状がなかったんじゃないのか。連中が俺に手を出してきたんだ。やり合ってたらいつの間にかここにいた。へえ、なるほどね。で、何が起きたんだ。ラインの死因は心臓発作なんかじゃない。俺も最初からそう言ってるが、まずはラインはウイルス入りの BD で死んだんだ。くっそ。事務所だな、多分。コンピューターだ。調べてみろ。ああ、特に冷たくなってる。死後1時間は経ってるな。いや、トラウマカードはない。忘れたわけじゃないのは確かだ。こういうクラブだ。盛り上がってる時にトラウマチームに来てほしくはないだろう。
多分心臓だ。ちょっと張り切りすぎたんだろう。分かった。ああ、自宅に移動させてから検視官を呼ぶ。報告書には睡眠中に死亡って書かせるさ。今運び出すところだ。ああ、人に見られる心配はない。ああ、分かった。また連絡する。あれ？この男、どこかで会ったような。よせ、今は冗談を言う気分じゃない。見るべきものは全て見た。行くぞ。まだこいつと一緒にいたのか。黙れハロルド、呼んだ理由は分かってるだろ。隠蔽工作をした理由は聞かない。そもそもどうして関わったのかもな。俺が知りたいのは誰に指示されたかってことだけだ。聞いてどうする、リバー。手を汚していないお前には関係ないだろ。その役目は俺が買って出てやった。お前はこの町の仕組みを分かってない。理想ばっか追い求めて現実を見ることを拒否してるだけなんだよ。おめでたいやつだ。そんな目で見るなよ、傭兵。俺が正しいのは知ってるだろ。さあな、都会のことはよく知らない。なるほど、ノーマッドか。 NCPD はいわば俺のファミリー、俺のクラン。ファミリーは守るためにある。身内を裏切ったりなんかしない。ふざけるなよ。町の警官とクランじゃ結束の意味が違う。そうか。忠誠心、個人を超えた理想のために尽くすこと。何が違う？ B、 手伝ってくれて感謝するが、これは俺の問題だ。自分で片付ける。どうやってだ？俺を逮捕するつもりか？ BD の記録とお前自らの証言もある。逮捕しようと思えば十分できるさ。でも意味がない。どうせお前は口を割らないだろうが、もみ消すよう命じたやつの見当はついてる。うちの上層部が絡んでるとしたら監査部に持ち込むしかない。監査部だって何もしやしないさ。俺にはな。お前が目をつけられるだけだ。ゴード、とにかく家に帰って少し寝ろ。朝には気が楽になってるだろう。少なくとも俺はそうする。くそ。ねえ、どうするんだ。諦めるわけにはいかない。絶対に。ホルトは自らが市長になりたいがためにラインを殺した。ありがちな動機だ。そして NCPD を使って隠蔽した。ああ、ラインの死で得したのはホルトだけだからな。監査部に持ち込もうと思う。きっと捜査も再開される。よせ、首どころか消されるかもしれないぞ。それにきっと何も変わらない。お前や藩の言う通りかもな。だがそんなものはクソくらえだ。お前はペラレスたちに報告するのか？ああ。そうか。俺はもう少しここにいる。ありがとうな、B。
ラインのことだが、何が起きたのか大体分かった。よかった。じゃあ来て。デリケートな問題だから直接会って話したいの。待ってるわ。気がしないが、どうぞ。奴らには何も教えるな。この問題はお前が思ってるより深い。油断すると飲み込まれるぞ。報告しないと報酬をもらえない。別に困りはしないだろう。お前は食べなくていいからな。好きにしやがれ。どうなっても知らねえからな。B、時間ある？どうしたんだ？ちょっとまずいことになって、キャンプに来てくれる？困ってるんだ。どうして俺に連絡を？仲間のとこに戻ったんだろ。それは確かにそうだけど、その様子だとあんたは来たくないってこと？すぐ行く。ああ、よかった、ありがとう。で、何があった？話を聞かせてくれ。まあ、それはこっちについてから。当ててやろう。ソウルだな。お見通しか。ああ、じゃあ後で。B、どうぞ入って。ゆっくりしてて。ジェファーソンもすぐ来るわ。どうぞ座って。ありがとう。よく来てくれた。報告があるようだな。ぜひ聞かせてくれ。とにかく複雑な事件で不可解な点が多いんだ。まだ結論は出したくない。別に推測でも構わない。複雑な事件って B は言ったけど、心不全で亡くなるなんてちっとも複雑じゃないわ。ではやはり。ええ、この情報だけで十分よ。ジェフ、これからはさらに注意していかないと。 B はそれを伝えようとしたのよ。ご苦労だった B。 報酬だ。二人とも気をつけてくれ。どうも。さて、どこまで話したかな。気をつけてくれ。そうか、また後で会おう。まだそこにいるのか？それで会見の方は？
視聴者は使えるの？それじゃダメよ。ジェフはつい最近まで議員だったのよ。ラインと同じようにあの場所を使う権利がある。なんとかして私たちを追い払おうったってそうはいかない。会見は視聴者で開くのよ。力になってくれてありがとう。また何かあったら連絡するから。